ハロー、いつも元気なニコだよ。今回はこのおうち時間ということで、私のおすすめの映画を持ってきました。で、今回紹介するのがこちらのキングスマンという映画です。この作品はまずエグジーという少年がいて、どんどんスパイになっていくという結構スパイアクションな話です。で、監督がマッシュボーンという監督なんですけれども、キックアスとかそういう監督を務めてらっしゃるんですけれども、マシューボーンさんの作品を作る時の特徴のところを今から説明したいと思います。普通の映画だったら、戦いとかする時にはドゥドゥンドゥンドゥンドゥ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 とか、そういう感じの音楽なんですけど、マシューボーンさんの映画はなんか結構戦いする時とかは普通だったら深刻な感じの音楽なんですけど、なんか楽しい明るい感じのダディダディディドみたいな、そういう明るい感じの音楽なので、皆さんも気づいてみたらいいと思います。で、キックアスにもそういう明るい音楽も出てくるので、見て、ぜひぜひ見てみてください。キングスマンは残酷なちょっとシーンがあるので、大人におすすめな映画です。キングスマンは私小さい頃から見てて、スパイの仕留めとかそういう武器とかなんかかっこいいなとか思ったので、皆さんもぜひぜひマシューボーンさんの作品も見てみてはいかがでしょうか。次回もいろいろな作品を紹介するから見てみてください。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。バイバイ。